これは盆栽プラスさんにいただいた木ですね。うん、あ、これサンタさんにもらったやつだ。サンタさんにもらったやつ。うまくできれば、ここを少し割れ目を入れて、これぐっと近づけてくる。割れ目を入れて近づける。割って。はい、まあ、ちょっと今後楽しみと。盆栽プラスさんもちょっとびっくりしてると思いますよ、多分。これくれた人も。こんにちは。こんにちは。先週日曜日の話なんですけどね、はい、ご夫婦でね、こう共通に福岡の方から見えられなかった方がいるんですよ、はいはい、九州の方から来た。あんまりお相手できなかったんですけど、あの YouTube 盆栽木をね見ていただいてる視聴者の方だったんです、うん、あの更新されるたびにね盆栽木を見てるって、うん、奥さんに言ってました。ぜひねまた機会がありましたらね、当時に寄ってください。よろしくお願いします。今日はですね、はい、これ。これはもう盆栽木に何回か出てるんですけどね。出てますね。もういよいよ最終の仕上げ段階かなということで、はい、植え替えはね、根っこを一回もほぐしてないんです、これ。ほとんどやってない状態なんですよね。うんうんうん、上の方の根っこは整理しましたけど、中の方は、あの根さばきが全然やってないんで、本格的な植え替えになりますので、はい、これで。この状態ですとね、吹き流し半径外のような形ですよ。鉢がね、3つ分取っちゃった。これだけ取って、あの棚が狭いもんでね、うん、これがあるとね、2つ分鉢取っちゃうんですよ、2つ分、3つ分、はい。ですからね、今回ね、構想としては、ここにずっと割れが3分割されてます。で、こっちの部分と、こっちの部分を切り離そうかなと思ってたんですけどね、この水水がね、かなり細くて、あ、そうですね、これ、ね、下まで剥がせる状態じゃないと思うんで、うんうん、今回はね、それやらずに、もう場所取らないように立てちゃいますから、はい、鉢はちょっと深い鉢なんですけどね、これにこう立てて、このぐらい立てます、はい、うまく入るかどうかわかんないですけど、うんうん、このぐらい立てる構想で、正面をこのシャリが見える、もうちょっと こっちなのかな、僕の方から見ると、ここね、あ、この辺、うん、こっち正面にしたいなと思う。で、あの枝の出方としてはこっちの多いんですよね、はいはい、後ろ枝がちょっと小さいけど、これはあのこれからの培養でもっと後ろもうちょっと大きくしてね、うん、こっちを段差をつけて棚を作っていこうかなと思ってます。わかりました。なぜこっち正面にしたかっていうと、シャリがずっと見えてここまで、うん、後ろだとね、こんな感じです、こういう感じ。ちょっとね、こっちだとね、動きがない、迫力がないような感じなんで、シャリがあんまり見えてないんですよね。それは照明をこっちにします、はい、こういう形。そうしますとね、これ、このシャリがね、でかいですね、でっぷりついてるんですね、はいはい、でこれをどう処理するか、それは後の課題になりますからね。なるほど。もうちょっとこっち締めて近づけていく、うん、それか、ここにもっと透かし入れちゃう、細く見、そしてもうちょっと締めていく、それにしようかなと思ってます。で、今回やるのはあの植え替えだけにします、はい、この前やったんですけどね、これ2つだったんですよね、うん、最初はね、割ったのが、ここは、なるほど、これ4つに割れてるんだ、4つですになってますね。それとこれね、かなり培養してるんですよ、確かに元気になってる、うん、元気になったでしょ、うん、これ元気つけるの相当いろいろやってます。あ、そうですか。メネデールやったりね、うんうん、ハイポネックスのリキダス、はいはい、あれもね結構いいですよ、うんうん、で今回ねうちの盆栽全体にねリキダスかけた、はい、そしたら3日ぐらいでね葉っぱの色変わってきます、ね、うん、でメネデールより安いな。あれいいかな。だからメネデールなんかだと挿し木した時にね、はい、使いますね、元気つけるために使う、うん、あのリキダスってちょっと出来上がった根っこのあるできた木にかけると、うんうんうん、光合成がうまくできて葉の色がどんどん変わってきます。あれもいいかなと思って、ね、うん、今ちょっと実験的にやってます、うん、なるほど。10分切ってあるんですか。この穴の部分ですね、うん、切ってありますね。
いつものようにね、あのネット、はい、網を止める針金です。これ片手で作ります。で、穴の大きさに合わせて、この幅ですね、はい。穴の大きさに合わせます。で、よく穴を塞ぎます。この水を入れないと、この下平らだからカタカタしてるんでね。なるほど。こう入れてきますかね。これ穴が1個なんで、こう支えてもらわないとね、そうやって抜けちゃうんでね、はい、これは導線でこう支える棒を入れてます、うん、あ、アルミ線だと曲がっちゃう、うん、アルミ線だと本当曲がっちゃうし、ぐーって力入れて締めますからね、はいはい、これでね、一応鉢の準備はできましたのでね、はい、今度はあの木の方をばらしていきます、はい、あれ？椅子でちっちゃいのが上に浮いてきます。そこそこ。そうね。手袋してさ。なんてですか？包丁で切っちゃった。あ、切っちゃった。その盆栽で料理してて？そう。で、自分のご飯は自分で作ってるから。あ、そうなんですか？晩ご飯作っててね。包丁で切っちゃったね。ちょっと根っこの状態がどうなってるかですね。ね、片根っぽい感じだな。もう水数がこれ、この細いの3つしかないからね、はい、根っこも少ないと思う、これ、うん、これ水数ですからね、これすごいですよね、1cm これだけで生きてるんだ、これもそうだ、うん、これだけだもんな、よく生きてるよな、生きてますよね。あとね、これと似たような木でもっと、私が実験台に使ったやつで、ね、今年あの盆栽祭り出したんですよ。あ、そうですか、うん、1000円で出したら売れなかった1000円ですよ、1000円で売れなかった、うち持ってってね、あの根っこ開けてみたらね、根っこがあんまりなかった、あ、元気なかった、で植え替えちゃって、うん、今培養してるんですけどね、ちょっと根が動き出してるんで、うんうんうん、次機会だったらあれもやりたいなと思って、1000円で売れなかった木、1000円で売れなかった木これは根っこ結構ある出てない、ああ、小前の土が残ってんだからね、小、うん、前の土が、ああ、ほんと四角い出てないだろうね、うん、土の方が根っこが回ってないもん、こっちは新しい土だよね、はい、根が結構少なめです、これ落とさないとダメだね、うん、土がなんかまだ入ってんだもん、これ、うん、確かに、ちょっと洗っちゃうわ、これなんかもう自然に分かれちゃいそうですねこの木、まあ、プラスに結構なんかグラグラしてる、本来心拍は洗わないですよね、ん、普通は心拍は洗わないですね、洗わない、だからこれやっとかないと、あと多分ね、だん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 根っこなくなってくると思う、そうですね、フルーツ落とすために、これ勝負ですよ、これ、はい、枯れるかこのまま生きるか、はい、うん、ちょっとね、僕の言葉が届いてないはい、ここ水入んなんだもん、これ、そうですね、ここから、はい、そのために洗ったということです、枯らすのはもったいないな、もったいないですね、ここまで作ったらね、なんとかね、培養でね、うん、もっと良くなるように、あの浜野会長だったら盆栽の作品ってなった、あ、うん、その時にね、ね、講義がある、あるんですよね、はいはい、その中で覚えてるのがね、支え、支える、はいはい、根っこは幹を支える、うんうん、幹は枝を支えるって、お、枝は葉を支える、うん、で最後にね、根っこは見えねえんだよなって、だから見える時にこれやっとかないとね、これ支えがダメになってきちゃう、なるほど、ちょっと厳しい作業だけど、このぐらいやってください、
会長に言った言葉がね、すごいですよ。それ浜野会長？浜野会長？浜野会長。だから聞いた人はみんな覚えてると思いますよ。深いですね。支えっていうことで。もう一回洗います。はい。真ん中行かなか。丸鉢は真ん中に。ちょっと鉢こう強すぎんな。そうですね。これがね。なんか南蛮とかのが。まあ、我慢どころだ。我慢どころで。あ。あ。こう持ってたんだよ。あ、炭。炭。これはね、バーベキューの炭。バーベキューの炭を。だから大変だったのね。もともと砕かれてる炭も売ってたんですよね。うん、そうそうそう。400円で2リッターぐらい。これはさ、600円だね。うん、砕いて作ってるのにね。顔が真っ黒、鼻が真っ黒だってさ、手も真っ黒。ね、で、砕いたね。で、あとさ、ふるいにかけるじゃない。はいはい。粉がファーって舞い上がってね。ね、髪の毛まで入ってしまうから、粉が。うん、で、おまけ。おまけ、それはマガンプ。マガンプ入れてください。はい。根っこはね、このままあのこう巻き込んで入れますから。はい。切らずに。ちょっとですから。ちょっと、真ん中ね。丸鉢だから真ん中入れたいですね。ここが出ちゃったら、あと水ごけ張りますかね。はい、細かい土。ブラシがないから、歯ブラシ。歯ブラシで。水かけます。はい。で、細かくないの？ちょっと根っこが出ちゃったんでね、はい、水をほぐしておきます。枝を買ってきますから。はい、あ、そっか、針金かかってる。横の形だったからね。そうですね。全部横、うん、こっち向いてますね。あの一応植え替え終わりました、はい、で木を立てましたから枝先をね横に寝てたと立てたんでね、少しあのこう棚を作り替えましたんで、はい、正面は最初の正面はこっちです。そうですね、これこっちから見るとここちょっと邪魔してるんですよね、これね、量が多すぎて。そうですね、こっちから見るとこれで奥行き出してるんですけどね、うん、この木全体見た時には車輪のゲーツなのを見せたいなと思って、うんうんうん、この辺とね。で、あとはね、もうちょっとこれをこう広げていきます、ほら。広げる。一個ずつこう独立するように。ああ、一本一本広げていく。もうちょっとこういうふうに間に、つっかいも入れてね、はいはい、で広げていきます。今はないんでね、ここもこのぐらいずっともっと広げて。ほうほう。
これアイスクリームの棒。アイスクリームの棒。なんか現時点だとこっちの方がなんか、うん、今の時点だとこっちの方がいいと思う。そうですね、バランスが。このシャリ毛が見えないですよね、こっちはね。もっとね、この前枝の葉数を減らしてこっちの傘を量を上げていく、半傘を、はいはい、でこの辺のこれなんかもういらないぐらいですよ、これ。向こうから見ると後ろのボリュームかなりありますからね、うんうん、ちょっとこっちはこう邪魔してるなって感じしますけど、うん、まあ、今の時点じゃ取れないんでね、培養で勢いがついてきたら、はい、葉っぱを整理して枝を整理したいなと思います、はい、この辺もまだ多いです。だいたいこの水水の太さ1センチぐらいですね、はい、ここまで心拍をやっても大丈夫なんでね、皆さんもね、挑戦しないでください。挑戦しないでください。枯れる確率が多いですから。そうですね、うん、ただ元々はあんまりこの見どころのない木をどうやってなんか見どころのある木にしようかってことから始まってるん でどっちかっていうと私ね、あのこう傘でドザって見せる木あんまり好きじゃない、うんうん、こういう線で見せる木で肩が全部こう見えてる木っていうのが、はい、それのが好きなんですね。じっくり見ててね、傘で量で見せる気っていうのはどうもね、圧倒されてね、うん、次の考えがいくやんね、これ、はい、これだとずっとね、あの夕方酒飲んでね、それから盆栽見てるとね、今度はどうしようかなって、こういう風にしようかなっていろいろなね、案が浮かんできますね、はい、でこの木はまだ課題はここですね、うん、こことこの前枝、はい、この処理、これどうするか、これがはまりすぎて縮めてくるわ。これはすぐできると思うんですけど ね僕この角度的に言うとちょっと これがこっち来てる、うん、来すぎて、いやそれぐらいの角度がいいなと思って、このぐらい、あ、いいね、うん、ここでもね、ちょうどねこれがここの間埋めてるんですよね、うん、ただこれやっぱり大きいな、うん、ぐらいがいいななんて思って見てます。そうね、よく見えるから、これ、うん、ちょっとシャリもねよく見えるんですよ、ここの幹が見えるし枝が見えるからね、はい、いろんな発想が出てるんですよ、うん、ぜひねこういう細い木っていうのはね、皆さんこんもりもっこりした木じゃなくてね、はい、細い木に挑戦してもらった方がね、うん、やっぱり構想を立てるときにはね、いろんな考えが浮かんでくると思いますよ、はい、だから こういう細い木もぜひ挑戦してみてください、はい、こんだけやると枯れる可能性ありますからね。枯れる可能性の方が高い、うん、そう、枯れるの覚悟でどっちもいい木だったら勉強用の木で1個2個やった方がいいと思います、うん、そうですね、もう大体完成に近づいてきてますからね、からね、うん、次また機会がありましたらね、やりましょう、うん、今回以上です。以上です、はい、ありがとうございました、はい、知らんもんな、出ちゃいけない。カンタさんでしょ。カンタさんじゃないですか。教室の青木さんのバラが素晴らしい花を咲かせています。ナレーションが入っちゃった。これは古そうですよね、このバラは。これ古いですよね、本当に素敵なバラです。バラの大きいのね、阿部さんも持ってたけど、あれもすごいですよね。あれもすごい、あれは模様着で、うん、めっちゃ圏外で素晴らしいです。これサムにしちゃおうかな。これサム何のせい、川崎先生、あれ川崎先生が出てきたけど。加賀ちゃん、はい、恋、新しい恋紹介してください。トビルさんに新しい仲間が出ました。いる？見えねえ、ないな、ピントが合わない。出てきた、でっかいね。新しい仲間、新しい仲間、名前を募集中で、募集中、公募、公募しましょう。3匹いるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。この動画がいいと思いました。